おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、相場の世界にはね、逆回転って言葉があるんですよ。少しずつ値上がりしていったものがちょっとしたきっかけで値下がりを始めるとものすごい速度になるってことです。今はドル円の FX 相場解説をしてるんですけども、まさにね、 FX の方でもそれが起きてるんですよ。そして私たちの現実の世界といいますかね、日常生活にもこの逆回転が起きてることをご存知ですかね。例えばですね、トイレットペーパーとかティッシュペーパー、もともとはデマから始まったこの騒動なんですけども、なんとね、このデマでのティッシュペーパーやトイレットペーパーの枯渇っていうのは1週間も持たなかったですね。せいぜい3日か4日だったんですよ。3日か4日ティッシュペーパーやトイレットペーパーをデマと知っていながら買い漁る人がいたと、慌てる人がいたと。でもですね、連日の報道や SNS の展開によって、もうティッシュペーパー、トイレットペーパー山のようにあるよってことが分かって、もう今でですね、各店舗もう積み上げたものがもう今度はね、余っちゃってしょうがないってことなんですよ。それにつれてですね、トイレットペーパー、ティッシュペーパーを大量に買い込んで転売して儲けようとした人がもう大暴落してるんですよ。おそらくですね、転売で儲けようとして買い込んだ人ってのは今ね、もう在庫を吐かすのがもう涙目だと思います。で、これに関連して今度はね、痛快なのがマスクです。マスクって皆さんの街にもなかなか手に入んない状況が続いてると思うんですよ。あっても1人2つまでとか3つまでとか、長い行列をドラッグストアの前に作ったとかね、そういったことが起きてると思います。このマスク騒動もせいぜい1ヶ月か、まあ2ヶ月は続いてないんですよ。1ヶ月ちょっとなんですよね、マスクがなくなって。で、この短い時間に何が起きたかっていうと、マスクを持ってる人はなかなか手放さないと。マスクを持ってる人は高額で売ると。で、自分が高額で買ったもんだから、昨日セブンイレブンでもあったんですけども、セブンイレブンで16,900円ぐらいで店頭でマスクを売ってる店があったんですよ。で、これが批判を浴びてるんですけども、これはね、情報操作があったと私は思ってます。というのが、セブンイレブンのそこのね、お店のオーナーさんは善意でそれを置いてたんですよ。なんで善意かっていうと、まさにね、インターネットでその価格で買ってきたものを利益なしでそのまま置いてるんですよ。まあ、ですんで、インターネットで買ったものを本当に利益なしの売価で置いてるものをセブンイレブンが転売で儲けてるって印象付けるために、その辺を隠してですね、セブンイレブンで高額で売ってる店がありますっていう風に放送したんですよね。で、どんなオチかと言いますと、今日のまとめになりますけどもね、マスクは大暴落してます。今ですね、ヤフオクとかメルカリでもそうなんですけども、販売価格の制限っていうのが設けられたところもあって、あとね、マスクが今度ね、今月の14日からマスク転売が違法行為になってですね、なんかこう罰金もあるらしいですね。禁錮刑もあるらしいですね。ということなんで、マスク今大量に買い込んだ人はどん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 出してるんですよ。それこそですね、1000枚単位とか5000枚単位でもう投げ売りしてます。ですんでね、これからマスクが今度は余って余ってしょうがないような、そんな日常が訪れるんじゃないかなと思います。で、私がね、今回思うのは、この逆回転が始まると早いってことなんですよ。本当に人の不安っていうのが解き放たれる時って、本当にね、解放されると言いますか、物が満ち溢れちゃうんですよね。で、ここで私ですね、繰り返して申し上げたいんですけども、もう大丈夫だと思った時こそ人と逆張りなんですよ。じゃあ今度こそティッシュやトイレットペーパーや、まあ、マスクでもいいですけども、これは何も起きてなくて値段が高騰しているわけでもなくて、品薄でもない時にこそストックしておいて、いざ物がなくなった時にはドーンと構えてね、行列に並ばなくて済むような準備をしておけばいいんじゃないかなと思います。マスクもティッシュもトイレットペーパーもそんなにね、高いもんではないです。普段の日に買えば、例えばトイレットペーパーなんて1万円でどれだけ買えますかってことなんですよ。1万円買うとそれこそ部屋に山積みですよね。どんなにトイレットペーパーがないよってデマが来ても、本当にトイレットペーパーがなくても慌てることはなくなりますよね。そういった形で平時に緊急時の準備をしておく、緊急時に緊急時の準備をしたらもう遅いってことなんですよ。全ては何も起きてない時にやるべきだと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは本日は以上です。あ、大内さんどうもいつもありがとうございます。コロナウイルスの感染の逆回転を期待しています。これもね、私は思うんですけども、あまりにもね、コロナウイルスは多くの方が怯えすぎていると思いますね。経済活動を止めるほどのものではないと思います。確かにお亡くなりになる方出てますけども、誰か言ってましたけども、お餅を喉に詰まらせる人数が年間で1700人出てるわけですよ。もちろんお餅を喉に詰まらせるのは人にうつりませんけども、うつらないのにこれだけ死んでるんですよ。で、ちょっと単純に比較したらね、お亡くなりになった方とか遺族の方に申し訳ないかもしれませんけど、あえて言いますけども、コロナウイルスに感染してお亡くなりになった方ってそんな1700人もいないんですよね。で、あとこのウイルスってのは抗体を持つと、もう途端に
まあ何ですかね、感染率低くなりますよね。あと問題にならなくなるわけなんですよ。でそう考えるとコロナウイルスなんかね、あまりにもわからなすぎて怯えているだけのような気がするんですよね。私がこのコロナウイルスについて、動画を出し始めたのは10月11月の下旬からなんですよ。でその頃はもしかしたらこれは人類を滅ぼすものになるんではないかなというふうに私はすごく怖いなと思ってたんで、動画をいっぱい発信するようになったんですけども、なんかね、今みたいな感じ、例えばダイヤモンドプリンセスが日本に停泊して毎日のように取り上げられるようになって、その時から思ったんですけども、これは恐れるほどではないなと。私が2ヶ月ほど前に恐れていたものが、時間差をつけて多くの方が恐れるようになって、多くの方が恐れるようになった時は、私はこれはそこまでのもんじゃないぞと。確かにコロナウイルスっていうものだけ単体を捉えたら怖いんですけども、ただ経済活動を止めて人が死ぬ方の方が私は怖いんではないかなと思ってるんですよ。すでに倒産閉店してる店舗あるみたいですし、 JR の乗車率は 50% になってると聞きます。そうなると日経平均が急落して失業者が溢れて首をくくる人ってのが増えます。で貧乏ってのは人に移りますからね。ウイルスのように移るわけではないんですけども、やっぱりね、お金がなくなって倒産すると連鎖倒産っていうので、多くの人が知名度を浴びるわけなんですよ。こっちの方が相対的に怖いんではないかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。では大内さん、またお会いしましょう。失礼します。